なん、親のこと嫌いな。そんなこと言ってないじゃん。ここになるか。ここになればいいじゃん。やだ。やだ。俺もやだ。やだ。やだっつってな。もうここでなる。だから言ったじゃん、今。ここで寝る。終了。ひょうにょもっと飲むの俺は。なんか怖い。どうしたの？大丈夫。翔ちゃんも飲まないの？俺はいいかな。氷がないよ。翔ちゃん作って。作りましょうか。ビールも作った。ここ行って。お酒がないのあります。お翔ちゃん作ってくーな。はい。なんでそんな急に怒らってるの？知らん。ありがとう。混ぜた。本当に？何？翔ちゃんがいいの？飲まないよ。翔ちゃんも飲む？やだ。翔ちゃんも飲む。俺もやだ。おいしい。おいしい。何？急にどうした？俺のこと好きだよ。どれくらい好き？じゃあいいよ。あ、いいよ。1番誰？ん？好きな人1番誰？りょう。じゃあ2番は誰？2番か。2番目に好きなんだ。2番目。早く言えよ。怖いなぁ。お酒飲む。早く言って。2番目、特に思いつかないけど。じゃあ1番だけ？1番だけ。俺だけ？ずっと一人いてくれるんですか？優しい人。いらない、飲まないよ、俺。飲まない。親のこと嫌いな。そんなこと言ってないじゃん。横になるか。やだ。横になればいいじゃん。やだ。やだ。俺もやだ。やだ。やだっつってんの。やだ。俺もやだよ。やだ。俺もやだ。はい、わかった。まだ寝ないから、酔っ払った。まだ飲むの。何するか分かんないから、掴んだから。何もしないよ。何もしないから話して。皆様で。話して。もうね、大丈夫。話さないよ。大丈夫。いや、もう俺ここで寝る。だから言ったじゃん、今。だから言ってるじゃん。ここで寝る。やだ。よいしょ。やだ。よいしょ。やだ。
りょうちゃん、りょうちゃん、いやりょうちゃん、りょうちゃん、いや終了。風邪ひくからなんでそうなってんの？何があったの？まだ飲むの？うん、いいけど、あんま無理しないでね。うん、はあ、力強いな、お前。じゃあ、おいで。カモン。なんで？いやあ、まだ飲むか。カモン。なんでそんな酔ってんの？何があったの？え？なんもないんだよ、なんも。うん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 、なんもないけど、飲みたいの。うん、なんでしょう、じゃあ飲んでくれないんでしょ。そんなだからだよ、二人とも酔っ払ったらダメじゃん。いいじゃん、いいじゃん、早く来てよ。いいじゃん、早く来てよ。いいじゃん、別に。うん、寝るんでしょ、それってどうする。いいじゃん、俺がどう寝るのか。こうやって、こうやって寝るのね。もう、めんどくさいなぁ、ほんとに。こうやって寝ればいいの。寝ればいいの。はい。せーの。よいしょ。こういう時俺、ヘルパーの免許持ってよかったと思ってる。よいしょ。ゆうちゃん、ゆうちゃん。うん、あ、危ない、痛いでしょ、今。大丈夫。もうちょっと、よいしょ、うん、はい、うん、はいはいはい、行かないよ、行きません、うん、もう行きません、うん、アレクサ、電気消して。はい。なんで電気消すのよ。何？なんで電気消すのよ。なんでよ。いてててなんで、もうもうやめてよ。俺は全然酔っ払ってないよ。もういいよ。違う違う違う、マジで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 。で、そこ何？そこ、で、そこ。違う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 、ちょ、待って、ちょ、力強いからしょ。はい、ねってれー。はい、もう、てってれーやらせてよ。ねってれー。はーい、というわけで、モニタリングをやっておりましたー。今回のモニタリングなんですけれども、急に泥酔し始めたら年下彼氏はどういう反応をするかをやってました。どうよ。え、怖い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 。トイレ行ってさ、戻ってきたら泥酔してるっていう。まあなくもない、なくもないけど、俺がこんなに泥酔することありますか。あるよ。ある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 。でもここ最近なくない？ここ最近はだってね、なかなか外で飲めなかったりするから。うん、まあ、そういうのないかもしれないけど、うん、ちょっと怖いかちょっとね、悪いね、酔い方をした演技だったね、うん、ちょっと申し訳なかったけど。いやいや、全然全然、うん、でもさ、ちょっと感心したのがさ、うん、なんかほら、変な寝方してるのにもかかわらずさ、ちゃんとベッドまでさ、持っていけるっていうのすごいと思う。なんかね、持ってけるだろう。いやいやいや、持ってくだろ普通。ありがとう、優しい。ね、危ない。もうこれで安心だよね。なんかいつでも泥酔できるっていうのが分かった。いやいや、だってさ、昔覚えてない、覚えてるよね。だって階段で、待って待って、ね、言っていい話それ。もちろん。階段でさ、肋骨折ったんだからさ、泥酔して肋骨折ったんだから、それ心配になるよね。違う違う、あれは、そう、そう。言い訳ができなかった。泥酔して階段からこけたんだと。いや、怖い怖い怖い。そういうこともあるからね。うん。ひょにょ。
介護ヘルパーの免許の資格持ってたんだっけ。ずる。おー、さすがです。俺も翔ちゃんが逆にああなったらもうどうしようもないもんな。はい、というわけではい今回はですね、翔ちゃんにモニタリングをやってみました。いかがだったでしょうか。面白いと思っていただければチャンネル登録と、よかったって思っていただけたら高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。では、また僕の演技がいいと思ったらオファーください。酔っ払い役